パーサートリナーのユージです。昨日と今日ですね、もうここの広背筋の上の部分がものすごい筋肉痛でですね、これが自体重トレーニングだけでものすごい筋肉痛になって、これなんでこういう筋肉痛になったかということをね、トレーニングする人、筋トレする上でね、知っておいてほしいと思うことなんですけれども、今回ねちょっと外部での撮影があって、この YouTube ではなくて外部の仕事として撮影があってですね、まず2日間ありました。そして来週もう一回あるんですけれども、今回はまず、ほとんど自体重トレーニングをやったんですけれども、時間にして、撮影時間が4時間、2日あったわけですね。ずーっとやってるわけじゃないですけど、にしても動いてる時間がすごく長くて、もう動きながら喋ってるっていうのはずーっとなわけです。エクササイズを見せながら喋ってるという、ずーっとそういう感じだったんで、疲労困憊も疲労困憊だったんですけど、その中で一つね、ショルダープッシュアップっていう、うつ伏せからダウンドッグの状態、うつ伏せからダウンドッグの状態に入っていくという、肩のショルダープレスとしてこれやってくださいねっていうのを以前も紹介したことあると思うんですけど、これをやっていったんですね。これショルダープレスとしてのショルダープッシュアップなんですけども、肩のトレーニングですよね。じゃあなんで肩のトレーニングなのに、なんでこの広背筋の上の部分がものすごい痛くなったかというと、まず回数ですね。今すごい長時間撮影してたって言いましたけども、やってる内容すごい長くていっぱいあったわけですよ。で、その中でそのショルダープッシュアップが、何セットも何セットも何セットも結構やってですね、そのプログラムの中でもう何段階もプログラムがあるんでやっていったんですけども、ちなみに撮影のことについては公開されるときにはもう一度これをお知らせしますけれども、そのショルダープッシュアップと、あともうちょっと他のダウンドッグ系もやったんで、そこを全部合わせるレップ数、回数にして多分ね、120レップぐらいやったんじゃないかなと思うんですよね。普段、肩のトレーニング、ダンベルショルダープレスとかバーベルでのショルダープレスっていうのは結構重いのやってるんで、体自体はそこまで重くないんですけども、ただ少し使い方が違うということですね。本当にマシーンとフリーウェイトでも全然使われ方って違って、体を支えるという部分が強く入ってくるので、そっちの方がいいですよって言ったんですけど、今回はそのダンベルでもなく、自体重でやっていっただけなんですけれども、この、大円筋じゃなくて、広背筋の上部なんですよ。広背筋の上だけ、広背筋の下まで上だけ、ものすごい筋肉痛で、痛くて、なんかずーっとこうやって触ってて、なんかほんと気持ち悪いぐらい痛かったんですけど、で、このショルダープッシュアップで押していくというのが、本当は肩なのにその逆側が痛い。これなぜかですけども、ショルダープレスっていうのは、こう上に押していきますね。今のそのショルダープッシュアップも同じですけど、こう上に押していきますね。で、これ上に押すっていうのが、正直、上に押すだけ押してると、全部上がっちゃうんですよ。ほら、こうやって全部上がって、肩も上がっちゃうっていうのが上に押してるって感じ。でもね、この肩が全部上がるっていうのはおかしいですね。これ僧帽筋の運動になってるから、肩が上がらないように、肩関節が上がらないようにしてから肘を押すから、肩関節を中心にした運動ができるわけですね。ここが腸痛がいのようになってるわけですね。それをやるためにはどうするかというと、下で押さえなければいけないですね。下で押さえてるから肩関節が上がらない。だからこれが固定できて、ここを中心に肘を上げて三角筋が縮まるということができるということですよ。だからこれ普通のショルダープレスも同じで、一時期僕が中で怪我をしていたいなと思って、ショルダープレスが全然できない1ヶ月、2ヶ月っていうのはあったんですけど、その間もサイドレーズとアップラトローやってたかな、そのぐらいやってたんですけど、そっちばっかりやって、かなり久々にショルダープレスやった時には、やっぱりね、肩も来ましたけれども、この今の大円筋のすぐ下、広背筋の上部がすごい筋肉痛になったんですね。やっぱりそこで押さえてないと肩関節が上がっちゃうんで、正しく三角筋を使うためには、この後ろの、その下の押さえが必要ということなんですよ。逆側の筋肉がガチッと止めてるから正しく運動できるということで、なのでこのショルダープッシュアップでやっていくときにも、押すだけ押して肩をこう、すくめてしまうっていうのが間違いで、この、広背筋の上の部分で肩関節をガチッと押さえてるから肩が出ない。三角筋の収縮だけでいけるという風にできるので、以前ショルダープッシュアップを紹介して、この広背筋の上の部分が痛くなった、筋肉痛がすごい来てしまったという人はある意味正しいんですね。それを全然やってなかったのに、結構やったのにそこなんともないっていうのと、もしかしたらうまく押せてないのかもしれないし、押しが足りないかもしれないです。最後までぐーっと押すときに、やっぱりより強い力で止めながら押してる。で、止めながらっていうのは自分が縮める力を加えながらも腕がこっち上に行くんで、こう引き伸ばされてる感じですよね。だから、ネガティブな力がすごいかかってる感じ。自分は力入れてるんだけど引き伸ばされてる。
というこのネガティブとしてね、ギューって引き伸ばされてるんで、すごい筋肉痛になってきたというところだと思うんですよ。まあ、それがダンベルとかバーベルでやってるのとまた一味違ったということなんですね。バーベルのやつも正直言うと、まあ、ビハインドネックプレスまでいかないですが、僕はつむじまでしか下ろさなくて、つむじのところからバーベル上に押し上げるっていうのを62キロでやってて、結構まあそこそこ重いのでやってるんですけど、まあそれはそれで慣れてる。ね、重いのは慣れてるんですよ。で、それやってる時も広背筋全体がギュッと締まってるのでやってる最中から感じるんですけど、ただ今回はものすごい来たということですね。まあ本当にこれがバーベルダンベルとその自重トレーニングが違うなというのが今回の本当実感です。で、これはベンチプレスとかダンベルプレスも同じなんですね。いつもやってる時に肩を後ろに引いて肩甲を締めて押してって言ってるじゃないですか。で、これも何の時かな、本当に多分2週間ぐらい胸のトレーニングがなんかできなかったですよ、過去に。多分なんか痛めて、で、それでできなくて 2週間ぐらいできなくて、久々にやった時にベンチプレスやったんだけど、肩甲骨の間の僧帽筋がものすごい痛かったんですね。で、それはやっぱりね、これをやってる時にね、押すだけだと前に出てしまいますね。で、これ前に出ないようにするために締める力が肩甲骨の間のね、僧帽筋と菱形筋の力なので、それはやっぱりしっかりしてないと肩が出てしまう。肩関節中心の運動にならないですね。だから、これいつも言ってますけど、僧帽筋の、肩甲骨の間の僧帽筋をしっかり締める運動をやる、締められるようになること、締める筋力がないと、ベンチプレスでやっぱりこれがキープできないんで、どうしても肩が出てしまう人っていうのはやっぱりその締める力が弱いんですね。フォームが悪いって、こう自分のなんかテクニックが悪いのかっていう感じで思ってしまうかもしれないですけど、テクニックよりはやっぱりその準備を整えていく。肩甲骨の間の僧帽筋、菱形筋がぐっと締められるだけの強い力、筋力発揮しないと強いベンチプレス正しくできないということです。これすごい大事です。あとね、プリーチャーカールもね、僕たまーになることあります。これも本当にしばらくやらないで久々にやるとなんですけど、プリーチャーカール、この台に肘を置いてバーベルを持ってやりますよね。で、その時に特にこの座ったりとか立ってやる時と違って、肘を完全に固定されてるんで、肘が固定されても下ろす時にこういう時、肩がこうグッと前にこう引っ張られやすいんです。で、特に重い時です。すごく重いなって時に、グッと引っ張られるので、両方が。この肩が両方引っ張られると、ね、自分は抵抗しようとしてから引っ張れます。引っ張られると、二頭筋は、バーベルが折れてるので二頭筋は伸びてないんですね。伸ばすためには肩関節を固定して、後ろ側に固定しといて、降りていかなければ、こう引き伸ばされる感じにならないですね。だからこの肩関節の両方を後ろに固定しとくっていうのが、また、肩甲骨の間の僧帽筋、菱形筋でグッと押さえてるわけです。これで、押さえてるから肩が前にあるので、グッと引き伸ばすって抵抗することができる。これを肩甲骨の間押さえてなければ、グーッと出ちゃうわけですね。そこの部分まで気をつけて、プリーチャーカールやっていかないと、結局、二頭筋はこのまま移動してるだけになってしまうので、そこを締める力やっぱり必要なんです。あれも、本当に久々にやるとすごい後ろ筋肉つきます。あと筋肉痛にはならないですけど、ベントオーバーローでも同じなんですね。ベントオーバーロー、バーベルで前髪になってこうやって背中のを締めてくる運動ですけど、この背中を締めるときに、やってると大体の人が大体ベントオーバーローこうガンガン体上がってきますよね。最初このぐらいの角度だったのが、どんどん上がってきちゃう。で、これ、上がらないためにはどうするかというと、今のほんと反対側ですね。胸じゃないですよ。胸じゃなくてお腹。お腹をカチッと固めてないと、って締めてないと体がどんどん上がってきちゃうんですね。まあこれはまあ筋肉痛にまでまあならないですけれども、背中をやるベントオーバーローをやるときにはやっぱり腹筋の力を結構強くしてないと、まあ男性で50キロ、60キロ、70キロとかそのぐらいになってくるときにはもう絶対体が上がってきちゃうんですね。あと腕立て伏せ。これちょっと違うんですけども腕立て伏せはね。腕立て伏せをやってるとですね、今回もこれかなりやってですね、これもね、腕立て伏せ多分130回はトータルで、まあ区切れでなんかですよ、10回は何回も区切って130回やったんじゃないかなと思うんですけど、ダンベルプレス、バーベルプレスでは来ない、ここのね、前鋸筋っていう筋肉、僕もね、結構ね、前鋸筋あるんですよ。前鋸筋ね、それなりに、ほら、こうあるでしょ。ここにグーッと出てる、これ。この前鋸筋が、こっち腹斜筋ね。こっち前鋸筋ね。この前鋸筋、これがね、またね、すっごい筋肉痛になってきて、これもね、さっきの、ここをなすりながら、ここをさすって、ここを触ってて、痛えなってずっとやってたんですけど、まあ、この前傾筋も腕立て伏せならではなんですね。これがベンチプレスをやっても、
ダンベルプレスやってもそんなに来ることないです。腕立て伏せの場合、久々にこれを結構やると、やっぱり体を支えるという意味で前屈筋かなり使うんですね。で、よく前屈筋のトレーニングって言って、これをこのままこう、前に押し出す。確かにこれを押し出すということで前屈筋が縮んだり伸びたりするんですけど、実際には、ここの前屈筋をこう伸び縮みをさせるんじゃなくて、腕立て伏せで、この、肩を後ろに引いて、とにかくそれをキープしながらやっていく。前にも後ろにも行かないようにするために、このグッとプランク的な感じで押さえてる筋肉、この前屈筋になってくるんですね。で、特に降りた時にも、それ以上後ろに行かないように前屈筋でグッと押さえてる部分があって、で、そこでかなり来るということで、筋トレってメインで使ってる筋肉、胸だとか今の背中だったり、その肩だったりとか、メインで使ってる筋肉を使ってる、そこを効かせてるっていうイメージも大切なんですけれども、その逆側とかサポートしてる筋肉、その反対側で押さえてる意識、こう考えもないと、うまくそのメインの方が働いていかないんですね。だから反対側もやっぱりきちんと鍛えておかなきゃいけないし、使う時にもそこはきちんと押さえられてるかなっていうことを考えながらやらないと、うまくメインの方が回ってこないですね。いやー、ほんと。本当に筋トレって面白いでしょ。なかなかね、奥が深くてですね。まあこういったこともちょっとね、まあ自重トレーニング、今日は それですごい筋肉になったって言いましたけども、そうじゃないダンベルバーベルの時も本当に同じなんで、メインだけでなくその裏側とか支えてる筋肉、それもきちんと使えてるかな。その筋肉も、きちんとトレーニングがね、できてるかな。ということもちょっと考えながら、やっていくと全体のトレーニングがどん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 うまくいくと思うので、ちょっとね、今回これ、まず知識として知っておいてください。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。パーサートレーナーでした。